覚悟あるわ。 どうぞお好きに。 万全よ。 舞台だ。
これ以上は無謀ね。神竜様、ごめんなさい。私は引くわ。 怖いわね。
どうすれば？まだいける。 やってみせます。
ごめん。 あなたの望みであれば頑張るわ。これを作ればいいのね。こうかしら。期待に添えると思うわ。ねえねえ。はい。あの。 嬉しいな。ありがとう。すごくいい気分だ。君は気が利くんだ。おっと、そこ。君とこうして過ごす時間は悪くない。ピッカピカになりたいな。また汚れたらお願いするね。美しくなれるです。ありがとうございます。とてもさっぱりしました。 すまないが頼む。気持ちのいいもんだ。また頼む。丁寧にお願い。あんまり大切にしてくれてありがとう。お手数おかけ。綺麗な姿でおそばにいられて嬉しいです。もっと綺麗に、すごく綺麗になりました。ありがとうございます。助かるよ。ああ。 この時間、無駄にはできないわ。ザフィーヤ、元傭兵だよ。切り詰める。強いね。気持ちよく負けられたよ。お手合わせありがとうございました。ラピス、参ります。 宿であった頃の俺はもういない。それ、仕留めるわ。心持ちで負けていたか。お手合わせありがとうございました。ブロディア王城兵ラピスよ。怠慢勝負。 緊張しますですわ。無駄よ。強い。強すぎる。お手合わせありがとうございました。この時間、無駄にはできないわ。マルスさん、 よろしく頼むよ。はい、いけない。ここね。無駄には引きない。負けたよ。君は強いな。お手合わせありがとうございました。ルキナ様、身の回りのお世話から雑用まで何でも私にお任せください。うわあ、大丈夫ですか。
顔から床に転がっていきましたけど。ソルム王城騎士メリン、マイル。僕はリーフ、レンスターの王子だ。もっと強くならなきゃ。いい手合わせができて嬉しいよ。メリンはいつも動物を目で追っているね。好きなのかい？はい、好きなものはいくらでも眺めていたいんです。恐れながらリーフ殿のことも目で追っているのですが。ブロディアは漁業が盛ん。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？
今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。釣りは成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。釣りは成果が全てではない。また来るといい。
またいらしてね。まさか、この祭壇への立ち入りを許される日が来るとは。俺に神竜様を起こせってか？そんな恐れ多いこと。でも、神竜様を寝坊させるわけにもいかねえ。ここは腹をくくって。神竜様！お目覚めになられたのですね。やべえ、この光景が神々しすぎて、聖職者として祈らずにはいられない。ですね、人でこれぐらいの力が出せれば接近戦で負けることは一切ございませんです。しかし驚きましたでございますです。神竜様が私から喧嘩を習いたいとは。誰か打ち負かしたい相手がいるでございますですか？あ、いえ、そういうわけではないんです。戦いの中では武器を失ったり不意をついて襲われることもあるでしょう。そういう時に接近戦を学んでおけばとっさの事態に対応できると考えたんです。なるほど、神竜様はお勉強熱心でございますね。そういうことであれば徹底的に喧嘩のお作法をお教えするでございますですわ。相手に負けない心の鍛え方、敵を睨んでひるませる方法、学ぶことはたくさんあるですます。なるほど、興味深いですね。ぜひよろしくお願いします。必ずや神竜様を強くしてみせます。早速特訓でございますですわ。アイビー、この間の償いのことなんだけど、ごめんなさい。私ただ美味しく食事をしただけで。まだそんなことを言ってるのね。いい加減にしないと怒るわよ。でも聞きなさい、ベイル王女。確かに私の父は邪竜に見入られ人の道を踏み外したわ。でもそれはあなたのせいじゃない。納得できない、そんな顔をしているわね。私も何度も言われたわ。父の罪は
お前の罪ではないと一度として納得はできなかった。うん、理不尽で不可解よね。私はあなたに父親の罪を背負う必要はないと言っているわ。私自身その言葉が納得できないものだと痛いほど分かっているのに。でもそう言うしかないじゃない。私もあなたも前を向いて進まなくちゃ。アイビー、分かったわ。もう償いたいとは言わない。その代わりにこう言わせて。人々が笑顔になれる世界をこれから一緒に作っていきたいと。ベイル王女、あなたへの償いかどうかはもう考えない。同じ苦しみを知っている者同士、助け合って生きていきたいって思ったの。どうかな。ええ、喜んであなたの手を取るわ。ありがとう、ベイル王女。ありがとう。